今日の動画はついに皆さんスキズビトイレ最新話が来ました。前回がもう2週間ぐらい前だったかな。最新話の前に前回70話の追加シーンとかもねあるみたいなんで、まずはそこからねみんなと一緒に見ていきたいなと思います。スキズビトイレシリーズ好きな人、高評価とチャンネル登録もよろしく。とりあえずじゃあみんな、最初はねこのダファックブームさんの70話のフルエピソードのところで追加エピソード来てるみたいなんでね、見ていきたいなと思います。っていうかなんか追加されてない、なんかあれ、なんかグッズとか出たんだ。なんか超かっこいいんやけど。なにこれ、かっこいい。これ欲しいな、タイタンカメラマンのこれ、なんかネンドロイドみたいなやつ、いいね。待ってなんかスキビディって日本語で書いてるけど、なんで、あれかわいい、なんかいろいろあるんや。こんなん発売されたのみんな知ってた？待って、なんかなんで日本語これわざと？なんか日本語みたいやねこれまあまあ嬉しいけどね、俺からすると。あ、なんかこういうのもかっこいいな、ポスター、タイタンのポスター、なんか買いたいな、この辺とか。まあでも今日はね、まずはちゃんと見ていこう。スキディビトイレ70話、もう正直ねめちゃくちゃ前だから、もう思い出すっていう意味でもちょっと見たいね。でもね、追加シーンが見たいから、あ、ここかな。だいたいね、このみんなが見てるシーンはね、このぷくって上がってるよね。そこが多分追加シーンになってると思うよね。ので、ちょっとそこら辺までは飛ばそうか。なんか前回ね、不思議なことがあったよね。これはあれだな。サイエンティストだな。サイエンティストが前回、俺たちに敗れたっていうところやんね、確か。来てるね。俺たちがこうやって後ろからなんか攻撃して、これ誰がやってくれてるんだったっけな。なんか中身が出てくるよね、サイエンティストって。来た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 。オッケーオッケー、ありがとうありがとう。あ、ブラックスピーカーマンか。かっこいいね、相変わらず。てか、昨日の動画じゃなかったっけ、俺、これの、アニメバージョンを見たの。昨日の動画でもね、実はスキディビトイレの映像見てたよね。そっちアニメバージョンやねんけど、めっちゃかっこよかったよね。領域展開とかするんよね、スピーカーマンが。そっちも超面白かったんやけど、やっぱりね、本家も、とんでもないことになってんね。そう、スピーカーマンは怒ってるからね、洗脳されてたりしたから、めちゃめちゃブチギレてると。こんな感じでね、いろいろ倒し終わった後に、そう、ここがね、ちょっと不思議なシーンやったね、そういえば前回。ブラックスピーカーマン。悲しい、俺は。悲しすぎる。ここでもなんかね、みんなのコメントで、この制作者さんが、お前は知りすぎた、みたいな感じで、このね、プランジャーマンを倒したって。って言ってたんやけど、なんか そんな感じじゃなかったっぽいんやけどな。そうなの？なんか俺はそうと捉えなかったんやけど、ここでなんか言うんよね、これ。よくやったね、うん、そう、サイエンティストを倒してくれてありがとうって言うよ。けど、とんでもない恐怖がまだ来ていると。たった一つを除いて証拠はないって言ってるんよ。このバトルでプランジャーマン、君は生き残ら、まあまあ確かに秘密にしておかないといけないことがあるって言って、そうか、まあ倒したって言われれば倒したことなんだ。クリティカルダメージ、そうか、クリティカルダメージでいられたってことなんか、この右上で。このバトルで秘密にしておかないといけないことがあると。で、一つを除いてその証拠はもうなくなる。で、あなたは生き残ることができなかったんだ、プランジャーマンっていうよね。だから、まあ確かにその証拠、あ、これか、追加シーン。何、どういうこと、あれ、生きてる、え、違うか、え、何、オフラインになりました。え、何これ、誰してんだこれ、誰してん、別のとこいるんよね。これ誰？けどみんな負傷してるね、これ。負傷したカメラマンたちだ。ほら、この辺も、この辺もそう？で、オフラインになってるね。グッドポーズ。わからない。まだ謎が深まるばかりだ俺考察とかはね、別にあんまりしないんやけど、まあ確かに秘密を守るためにこのエージェントがプランジャーマンを消し去った。クリティカルダメージって書いてたもんね。ここでほら、レコーディングエラーからのここでとんでもないクリティカルダメージが入れられたってことなんかな。じゃあ、まあ確かにそう言われてみればそうな気もしてきたな。なるほどね、そういう風に俺捉えなかったんやけどね、前回普通に見てた時は。
普通に秘密があって、けど残念なことに君はとんでもないダメージを背負ってしまって生き残ることができなかったんだみたいな感じかと思ったけど、まあ、ちょっとじゃあ悪者なんかな、じゃあこの制作者ダーパックブームさんは。なるほどね。まあとりあえずね、続き最新を見ていこう。スキディビトイレ71話、ここからはね、久しぶりにパート1とかもないみたいだね今回は。どうなった？あ、これあれか、あそこの部屋空いたところからがちょっと巻き戻った感じかな。じゃあ、おお、テレビ、お、シナマン、赤田のやつ、みんなタイタンズいるじゃん、かわいい。なんだ、音楽が消えた。なんか急にね、音楽が消える時があるよね、たまに。おーおー、かっこ、あ、え、カメラオフライン、もうすぐやられちゃった、あの子変な死に方してたの今。すごい爆発だ。え、なんかちょっとでも確かにクオリティというか上がった踊ってるなんか踊ってないけど、この子ここ気になりすぎる。これ下見ててね、これほら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 てかこれあれじゃん、コグマの巣じゃん。カメラヘリだ、カメラヘリ、コグマの巣パート1あるね。久しぶりに見たな、これ本編でも。ん？なんだ？あ、なんか、お、なんだ？なんかついてる。下？下だって言って、なんかトイレットペーパーついてる、君。下？何？え？え？もうこれ G モッドじゃなくなったんかな、マップ。マップ今までね、G モッドで作ってたっぽいよね。おー！何？コンテナ？コンテナなんか運び出された。たまにね、音が消えるんよね。それは許して。なんでかわかんない、俺も。本編の方が消えてる。あ、ああ久しぶり、え久しぶりって言っちゃったけど。え、マジで久しぶりじゃん。これ G マントイレやんね。久しぶりすぎて存在を忘れ、ああ、え、なんか、この人もなんかめちゃめちゃ久しぶりに見た気がする。かっこよくなってない？なんかちょっとだけ。みんな、俺は見逃さない。このね、俺はみんなにね、気づいてほしい。このささやかなね、表情を見てほしいよ。まずはね、この子。もうこの子さ、なんかちょっとかっこよくさ、キザっぽくさ、ピューンって打ってさ、ちょっと颯爽とさ、こう駆け抜けていってるじゃん、ほら。それを見て、この G マントイレが、顔見ておいてね、顔ほら。ほら。眉毛を、こうやるよね。こう、うん、みたいな。このね、ささやかな表情が、本当に俺は好きなんよね。スキディビトイレ。おお、やるじゃん、お前、みたいな。かっこいいじゃん、みたいな、こう、表情してるような、ちょっとニヤッとしてて。これがね、こう、なんかね、面白い。あ、来る？ああ！ちょっととんでもなくやられてる、俺、今回。どうなんの？俺はこのまま。ああ。大丈夫ですか？あ。お？アストロトイレ。え、てかさ、なんかみんなも第三勢力みたいなコメント書いてたけど、アストロトイレ、終わり？終わり？早すぎる今回。2分。え、終わり？アストロトイレは、なんか第三勢力みたいな感じで言ってたんやけど、スキディビトイレでもないし、カメラマン側でもないってこと？でもアストロトイレってトイレついてるから、トイレ側じゃないの？俺は普通にトイレ側の、このキャラクターだと思ってないけど、ずっと。この G マントイレの、ちょっとした部下みたいな、部下かさらにそれの上位の存在でもトイレ側やと思ってるよ俺は。第三勢力とかじゃなくて。え、でも懐かしすぎないこの眉毛面白い。え、これさ、最後出たのいつだっけ。スキディビトイレシーズン22のこのタイタンズとこれが戦ってる時、ほら来てるよね、これ G マントイレ。ここで最後だっけ。そういえばここら辺はね、まだずっと一緒に戦ってた気がするよね、この G マントイレくんは。あー、でこれね、あのテレビマンに操ってるっていうところやな、ね、操ってるっていうか、まああれだな、こう思いっきり自分を攻撃させようとしてるみたいな感じのところやね。でカメラが壊されてと、テレビか、テレビが壊されてシネママンが来て、あ、そっか、シネママンが来て逃げたのか、そういえば確か。こいつはやべえって言って確か逃げたんよ、これ G マントイレだけ。そうかそうか、これ以降合ってなかったのか。なるほどね。で、ここから、このサイエンティストのターンになってたもんね。でもなんか久しぶりに出会ったら、こんな感じでちょっと、なんか強くなってるというか、もう改めましてみたいな感じでなんか攻撃してくるじゃん。この子すごく。まあでも、あ、アストロいるな。てか待って、今アストロいたな。普通に後ろからほら、来てる来てるけど、これ、アストロじゃないか。
あ、ちょっと違うか。あ、ちょっと違うな。あ、ちょっと違うわ。あ、違うか。まあまあ、でもこの子たちが倒した後にこれしっかり来てるってことは、まあ、どういうことかわからないけど、また続きもね来たら見ていこう。俺はこのシーンが一番好きだよ。今日はここ、ここ、この眉毛ピクピク眉毛ピクピク見れてよかった俺は。ということで今回はめちゃめちゃ久しぶり、もう本当に数ヶ月ぶりぐらいに G-1 トイレくんがねまた帰ってきてくれました。前回のコメントみたいな感じで俺が気づいてないことがあったらコメント欄で教えてね。ってことでこの動画楽しんでくれたり、続きも待ってるよと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしく。ってことでまた明日、バイバーイ。